にちは、コッシーです。本日の動画はチキータやフリック、ツッツキやストップも当てはまる部分はあると思うのですが、主にチキータ、フリックの台上の掟についてお話ししていきたいと思います。まずはお手本からご覧ください。チキータ、フリックの台上技術の掟についてポイントの一つ目ですね。ポイントの一つ目は台の中に入るタイミングというのが非常に重要になります。これはロングサーブが多いレベルとか台から出てくるサーブが多いレベル、もしくはショートサーブが多いレベルなどによって入り方は変わるのですが、今回はショートサーブが多いパターンでお話ししていきます。でショートサーブが多いパターンの際にトップ選手たちもどのようにやっているかというと、相手が打球する寸前にはもう台の中にいるような状態を作っていることが多く見られます。で、この台の中、短いボールを打つときにやはり先に台の中に入っておいてボールを迎え入れて打つというのが非常に重要になるので、この速いタイミングの動きですねというのが非常に重要になります。で、またロングサーブが来た場合どうしたらいいのかというと、高いレベルの選手では先に台の中に入っておいてロングサーブが来た時には下がりながら打つという光景が多いと思います。なので短いサーブが多い場合、台上積極的に攻めたいなという方は先に台の中に入るということをお勧めします。ポイントの2つ目です。次のボールに対してスムーズに入れるようにしたいというのがポイントの2つ目として挙げられます。なので、台上技術の時に前体重でこう打っていくというよりは後ろ体重を意識しながら戻りを意識しつつ打つというのがおすすめです。やはりチキータ、フリックなどは上回転で速いボールで打つことが多いので返ってくるボールもスピードがあります。なので次のラリーに備えて戻りを意識しながら打つというのをやってみましょう。でこの時にあまりにも甘いサーブが来た場合には、強打というのもいいのですが、基本的に4球目を攻めれるような戦術を立てていけると良いかと思います。その4球目の戦術についてですが、高いレベルの選手では速いチキータをして戻ってきたボールも速く打つというのが基本的にはほとんどそうなんじゃないかなと思うんですが、そこまでのレベルではない方は例えば遅めのチキータをしても相手がブロックをしてくれる、もしくは無理にカウンターをしてミスしてくれるというのは多いので、遅めのチキータ、フリックを使っていけると良いと思います。で、遅いチキータをすることによって4球目を強く打つことができるので、まず相手がブロックしてくれるレベルの戦いでは遅いチキータが最も重要となりますので、無理に速いチキータではなく、回転重視の安定感のあるチキータ、フリックをしていけると良いかと思います。以上で本日の動画は終わりです。この動画が良いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。